はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、新興地王者虫キング V ガゼ&カートセット雷とコリです。はい、2016年7月28日発売のこの新しい V ガジ&カードセットを購入しました。はい、氷と雷ですね。それぞれのセットにカードと V ガジが入っております。うん、じゃあ早速開けていきましょう。はい、するする。はい、こちらがタランドゥスツヤクワガタですね。はい、SS レアです。必殺技はバッファロークラッシュみたいなね、はい、キラカードになってます。でもこれ赤目じゃないから残念だね。そうだね、イベントでね、前赤目のやつあったんだよね。はい、これは違いますね。そしてこちらがグラント白兜ですね。はい、これは覚醒しておりますね。必殺技スーパージェネラルストームですね。うん、そしてここからがお助け虫で、これが SS レアのブルーモルフォですね。チョキの攻撃力を強化、体力が半分の時にチョキで勝つとお助け技吸血を発動するんだって。おう、だから相手の虫からこうパワー持ってくるんじゃないかな。あ、それか。そう、向こうにダメージを与えつつ自分も回復みたいな感じじゃないかな。そしてこちらがエスレアの挑戦カマキリですね。こちらはグーの攻撃力強化ですね。そしてこれが銀ヤンマですね。これもエスレアで、こちらはパーの攻撃力強化。銀ヤンマは前普通に持ってたかな。なんか持ってた気がする、銀ヤンマ。確かに。続いてこちらが人面カメムシですね。はい、これは持ってたね。うん、パパもエイちゃんも持ってたと思う。でお助け技はコンフュージョンフェスですね。はい、チョキで勝つと味方の攻撃力アップだね。はあ、あ、そしてこちらが付属していた雷の部位ガジェです。うん、焼きます。クワガタだね。これはパパには今いいかも。うん、確かにいいかも。続いてこちらが、氷のセットについてきたカードですね。これはサタンオーカウトだね。そうですね、必殺技 SAS だね。はい、パパ散々これ食らったからね。うん、ただこちらは、キラカードっていうか強いやつ300だからね。確かに、かなり強いね。これは続いてこちらが、エスレアのミヤマクワガタですね。これも覚醒してます。そうだね、これも覚醒してて、で必殺技はスーパー新山鏡ですね。はい、はい、エスレアだけどキラカードなんで強さ260。おお、使ってみたい。そしてこちらがお助け虫のオーナメンタルタランチュラですね。これはね、前回の虫キングのバージョンでマスターブラックが持ってたものだよ。ああ、そうだね、うん、味方のお助け虫だったやつだね。グーで勝つと、相手のお助けを封じると強いね、これもね。続いてこちら七不死ですね。はい、Sレアです。グーの攻撃力強化、グーで勝つとお助け技発動で2ターン中防御力アップ。お、続いてこちらがゴライアストリバネアゲハ。うん、言いにくいね。世の中にこんな虫がいるんだね。そうなんだよね。ちなみに S レアでございますね。パーの攻撃力強化、負けた後じゃんけんに勝つとお助け技発動。あ、こういう効果もあるね。1回マイナス効果無効なんだって。毒ぐらいかな。そして最後はこちら八重山クマゼミですね。うん、S レアでございます。チョキの攻撃力強化、レア以下のクワガタがいると必殺技を封じると。あ、うん、だからちょっとかなりこれは限定的な使い方なのに、なかなかレア以下の虫って使わないよな。うん、そして最後にこちらが氷の V ガジェですね。はい、開くとこんな感じです。はい、カブトでございますね。カブト虫です。でここからは最近の近況報告なんですけれども、はい、私はですね、なんとこれ欲しかったやつゲットしました。はい、ウエストオートオシカクワガタの覚醒。はい、デイシン君はギガスサイカブトの覚醒。そうだね、そう、これはエスレアだけど、エちゃん欲しかったんだよね。うん、でパパはこのウエストとオシカクワガタ覚醒も超欲しかった。エ、うん、ちゃんも欲しかったんだよ。大会に出るときはパパ必ず声で行くからで今回さ、はい、ゲットしたカードでこれ使えそうだよね。例えばこのブルーモルフォとオーナメンタルタランチュラ、これなんかグーとチョキだからそのまま使えそう。お、確かに最強になりそう。両方とも SS レアだからね。確かに、これはいける。エちゃんは、エちゃんはね、このグーパー、お助けがグーパーパーやね。グーパーパーか。でもこのオーナメンタルタランチュラ使えるね。うん、パーパーって言ったらほとんど S レアか。こういうの。でも銀ヤンマとか。銀ヤンマとこのゴライアストリバネアギャ。言いにくいやつね。言いにくい。まあでもこういうのが使えるわけですね。はい。はい、はい、ということで今回は新興地王者虫キング V ガジェ&カードセット雷と氷でした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、虫キングはですね、相変わらずやってます。はい、すごいやってる。それで8月末の激闘ツアーの、はい、大会に
出たいなと思ってますね、うん、ただ前にも何回か言ってると思うけどもガチで参加したいので当選するか分からない。確かに当選したら頑張って1回戦突破したいね今回ね、うん、とにかく1回戦は突破したい、うん、今回ね年齢制限がないのでパパもね参加できますんで確かに、はい、やってみたいと思います、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますのでぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。そして、虫キングに関するコメントなどもいただけると大変嬉しいですね。それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。